はい、どうも皆さんこんにちは。キャリアとスキルのブランドユースフルの長田です。というわけで本日はスペシャルゲストをお呼びしております。今回ですね、 VBA のマスター講座を監修開発いただきましたタケルさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。タケルと申します。お願いします。はい、というわけでね、僕はもうタケルさんとは数年来のお付き合いなんですけれども僕の方からですね、簡単にタケルさんの紹介させていただくと、タケルさんはですね、おさとエクセルシリーズの VBA 講座をですね作っていただいている張本人でございまして、もうそれこそ YouTube 上でも再生数でもうすぐ100万回か、確かね、はい、今もう 70-80 万再生いってるんで、だいぶ再生されたなと思いながら見てますけどあの動画を作ったご本人ですし、それこそ新卒の頃から、もうかれこれ15年以上システムエンジニアとして大活躍されていらっしゃる、まさにね VBA の領域のプロフェッショナルでございますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さて、じゃあ本日のテーマなんですけれども、はい、そんなタケルさんが VBA のプロになるためにはそれ相応の努力をしてこられたはずだと、すなわちですね、勉強されてきたかなと思っていて、はい、具体的にどういった勉強法をこれまで積み重ねてきたのかっていうところを今回の作成テーマにしていきたいなと思っています。実際にこう VBA の資格とか、ベーシック資格とか、はい、あるいはスタンダード資格も取られているっていうことなので、はい、かなりいろんなことやってきたのかなと思ったんですけど、実際どうやって勉強されてこられたんですか？あ、そうですね、僕が勉強したきっかけが、新卒で入った時の会社の上司がものすごい VBA 触られてて、業務効率化目の当たりにしてて、で僕もこれ覚えたらものすごい役立ちそうだなっていうきっかけで始めたんですね。はいはいはい、なので新卒時代にから始めたので15年ぐらい前なので、その時って動画コンテンツとか全然ない時代だったので、僕の場合は本を買って、はい、あとは自分のパソコンでひたすら反復でやってきたっていう感じですねまあ王道ですね、その時代の。そうですね、その時はもうそれぐらいのやり方しかなかったかなっていう感じですね。でも僕も実際に最初の頃は本で勉強してた時代があったんですけど、はい、めちゃめちゃ大変だったんですね、簡単に言うと、全然頭に入ってこないし、そうですよね、かつね、なんか途中で諦めちゃうっていう、わかりますことがですね、何冊も続きまして、はい、俺これ本で学習するの向いてないわっていうのを改めて感じてこの領域に飛び込んできたんですけど、確かに。タケルさんがもしこの2022年で VBA をゼロから勉強しようと思ったら、はい、どういったものを使って勉強するのが一番早そうだなとかって何かあったりされます？そうですね、今だとやっぱり感覚的にも分かりやすい動画のコンテンツ、それを見て勉強っていうのが、自分もちょっと作らせてもらってる中でなんか言わせてる感すごいですね、これ別に言わせてるつもりないんですけど、なんか動画でも今の時代だと動画じゃないですかね。そうですよね、はい、どう考えてもそこになっちゃいますよね。そうですね、やっぱ本だと結構なんかあんまり役立たないのに、こう前の方に載ってるからそこ一生懸命覚えたけど結局使わなかったとか、そういうのもあると思うんで、動画の方が多分凝縮されてるだろうし。そうですよね、はい、確かに効率強くできる気はしますね。確か VBA のベーシックだったかな、あれのこう試験範囲とか参考書読んでる時に結構序盤に配列で出てくるんですよ。あったかもしれないですね。そう、結構序盤に配列出てきてこんなタイミングでこれ教えられたらみたいなとかね、いろいろありますけれどもそうです、ね、今であれば動画での学習を基軸にテキスト復習だったり、自分のノートメモ取りながらやってったり、そうですね、あるいは実際に書くのが一番いいんですかね、やっぱり。そうですね、書いてあとはもう分からなくなったら Google で調べるとか、自分で調べながら書いてっていう繰り返しが一番大事なんじゃないかなっていう気はしますね。なるほどなるほど。ちなみに当時その上司の方が業務効率化でたくさん VBA 使ってらっしゃったっていう話ありましたけど、はいはい、それこそタケルさんが書いたコードをどなたかに読んでもらってたりもされたんですか？コードの中身自体はなかったですけど、はい、自分で作ったものを、部署内に展開して使ってもらってたとかはありましたね、ちなみにどういったマクロを開発されたんですか当時？記憶にあるやつですけど、一番最初に作ったのは毎週1回の会議を、新卒なんで、はい、これ印刷してねっていう、おー、なるほど、ものすごい10ファイル以上あって、はい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 、最初、それ手作業で一個一個開いてっていうのだったんですけど、それを前ボタンを押して全ファイル、
開いては印刷の繰り返しっていうのをやるようなマクロを作って、はい、素晴らしい。で短縮化っていうのはありましたねこれはもうまさにたけるさんが今回我々のプロジェクトで一緒に作ってくださったものでも学びがあったかなと思ってて、はいはいはい、そうですね、オープンメソッドとかね、あ、そうですね、うん、Excel Pro のところでも、あの発展場のところでいろんなメソッドを教えていただいてたんでありがとうございます。で、まあ、今回そのマスター講座っていうのは、はい、あの、あくまでもこう YouTube 上に公開している VBA の動画に紐づく領域の、紐づく単元の問題の作成と、あと実際の問題の演習解説かな、まあ、タケルさんにこうご依頼させていただいて、それこそこう初学者の方が自分でこう YouTube 動画を見ながら手を動かしてこう勉強ができるような講座を開発していただいたかなと思ったんですけど、はい、こうなんか問題を作る上で気をつけたこととか、はい、あるいはこう動画を解説する上でなんかこう気をつけられたことってあったりしますか？そうですね、基本的にまあ最初作るとき2つ、まあ、これは意識しようって決めてたのはあったんですけど、うんうん、1つがあまり情報詰め込まない、はいはい、本でいらない情報が結構序盤に来てつらかったっていうのが、はいはい、あったので、まあ、あれとの同じような感じで動画でも理解しづらいものとか、うんうん、優先順位低いものについては一旦扱わない、もしくは後半の方で解説をするというような構成で、うんうん、まあなるべく情報を削ぎ落とすという形で作るようにはしてましたね。なるほど、なるほど。でもう一つがステップアップ形式でやっていけるようにというので、段階的に作っては試し、作っては試しっていうので、まあ、成功体験って言えばいいんですかね、うん、はいはいはい、まあ、1個作ってちゃんと動いたねっていうのが分かると、うん、やっぱ動くと楽しいじゃないですか。そうですね、うん、うん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 、なんで、まあ、それの繰り返しで、まあ、動くっていうのを最初に経験してもらって、うん、モチベーション、まあ、維持してもらえるような形で、はいはいはい、ステップアップっていうところを構成としては考えてましたね。なるほど、うん、まあ、確かにめちゃめちゃその観点大事だなと思っててフルマラソンをこう初心者にいきなり走れって言われても絶対途中で諦めんじゃんっていうところに給水スイッチがあってみたいな、はい、そこには美味しい料理も待ってるみたいな話なんですかね、これきっとね。そうですね、僕も最初いきなりいろいろ盛り込もうとしてできなくて、うん、作るのやめちゃったとかっていうのもあったりしたので、はい、あんまり盛り込みは良くないなと思って、はい、段階的にやっていけるっていうのがいいかなと思ってました。うんうんうん、なんか僕もおさとエクセルシリーズの動画一つずつ作るときに自動が1メッセージっていうのをずっと決めてたんですね、はい、なのでこうユーザーの方とか視聴者の方がこう悩んでる悩みをダイレクトに解決するっていうコンテンツをメインのフレームにして、はい、プラスアルファでなんかそれに関連する派生情報を Tips 的に教えてあげると、あー、なんかユーザーの方々めちゃめちゃ喜んでくださるみたいな、あー、確かに、ものがあったので、まあ、今回もたけるさんもそういった形で構成いただいたかなと思うので、そうですね、ありがとうございますてなところですよね、うん、そうか、シンプルにワンメッセージで届けつつ構成もなんか成功体験が積めるようにってことですね。そうですね。ちなみにそのこれを序盤に学ぶとつまずくなみたいな論点って、はい、さっき配列っていう話が一つあったと思うんですけど、はい、VBA のベーシック資格とかあるいは VBA のスタンダード資格、まあ、はい、一般資格と上級資格、それぞれこう取ろうと思っている方々が今回このマスター講座を仮にこう受講した時に、はい、の試験範囲ってどこまで網羅できてるんですかみたいな、結構虫食いの抜け漏れたくさんあるんですかみたいなこと気になるかなと思うんですけど、この観点っていかがですかね。あ、そうですね、なるべくあのスタンダードのところを網羅できるようには考えてはいたんですけども、いくつかですね、ここちょっと入れちゃうと分かりづらくなっちゃうとか理解が難しくなっちゃうかなっていうようなところはちょっと除いてはいるので、はい、まあ、大体8割ぐらい、8割型網羅、一部あの配列とか、まあ、エラーが起きた時の調べ方っていうのはちょっと一部割愛しちゃったところはあるんですけれども、まあ、基本的な繰り返し処理とかテーブルの操作とか、はいはいはい、というところはあの含めているようにはなってます。なるほどね、理解しました。配列っていうところとあとエラーの処理っていう話ですけど、そうですね、はい、配列って実際にシステムエンジニア歴15年やってどこまでこう頻度高く使うものなんですか？僕の場合はあの実務でがっつりそれをお客様に納品する成果物としてあの作っているというよりは普段の業務の補助機能という形でやってたので、あんまり配列を使うような機能っていうのは作ってなかったんですよね。なるほど。もう繰り返しの処理とか、まあファイルをオープンクローズとかっていうところで
まあ、ある程度の業務の効率化とかは、まあ、できる範囲だったので、うんうんうん、そこまで対応はしてなかったですね、配列っていうのは。まあ、ゴリゴリ実務で使う知識かっていうと、まあ、そうじゃないケースも、まあ、あり得るってことですね、うん、そうですね。なのでちょっと今回は少し優先順位下げたってところはありますね。まあ、実際に僕もあの配列を実務で使ったことってもうほぼなくて知識として動的配列と静的配列がありますよとか二次元ありますよとかは知ってはいるんですけど、絶対そこってつまずくとこじゃないですか、配列。間違いない間違いない、はい、なのでそこはじゃあ一旦割愛しているっていう話が一つと、そうですね、はい、あとエラーのデバグの処理の仕方みたいなところでしたっけ。あ、そうですね、あのエラーが起きた時にエラーのメッセージの、まあ、調査の仕方っていうのがまあいくつかあるんですけれども、うんうんうん、まあ、その中のイミディエイトウィンドウっていうも名前からして難しいんですけどインミディエイトね、即時にとか即座にとかそういう意味ですけど、はい、そうですね、はい、今エラー起きた時に窓枠があるんですよね、はい、そうですね、その窓枠見て分かるっていうやり方もあるんですけども、うんうん、まあ、その辺はちょっと今回はまあ省いて、うんうんうん、まあ、エラーになったらこうやってみましょうっていうところはお伝えしているコンテンツあるんですけども、はい、まあ、そこのちょっとイミディエイトウィンドウとか使ったあのやり方っていうのはちょっとそこも割愛をしているというところですね。理解しました、ありがとうございます。そうですね、デバッグ処理もいくつかのパターンがあって、そのうちのいくつかはご紹介していて、イミディエットのところが抜けてるかもしれないっていう話ですね。そうですね、わかりました。まあ、いずれにしてもじゃあ YouTube 上に公開している動画をさらにちゃんとこう自分の血となり肉となりみたいな形で身につけたい方であったり、そうですね、業務効率化の文脈で、はい、まあ、基本の木を抑えに行きたい方っていう方向けには、はい、まあ、おそらくご満足いただける講座になってるかなっていうところですかね。そうですね、まあ、がっつり開発したいとかっていう目的だと、もしかしたら情報削ぎ落としてるところとかが本当は知りたいよっていうような方もいらっしゃるかもしれないんですけど、普段の業務のサポート機能として、まあ、使うとかっていうものであれば、うんうんうん、まあ、結構幅広く抑えてはいるつもりでは作っておりますね。なるほど、はい、まあ、汎用性の一番高いベーシックな基礎と土台、ね、土台となるような知識ですかね。そうですね、多分そこがこう手に入るような講座になってますので、ぜひですね、たけるさんのこれまでの過去動画を見た方であればもうご満足いただけんじゃないかなちゃんとだって80万再生とか言ってかなり高評価だったり、ね、高コメント来てましたよ、はい、あ、そうです、私もあの拝見してます。あ、マジですか、はい、しれっとそうですね、いや、あのコメントが本当にユースルチャンネルの皆さん温かいんで、それ嬉しいですねそうですよね、うん、いや本当にそれはまさにそうだなと思ってて、そうしましたらですね、最後にたけるさんから視聴者の方に、はい、メッセージいただきたいんですけれども、いかがでしょうか。はい、そうですね、あの VBA ってあのプログラミングなわけですけれども、なかなか最初ってプログラミングの文法とか初めてだと全然つかめないところいっぱい出てきて結構しんどい場面あると思うんですけれども、繰り返し反復でやっていくと、あ、これがそうなのかっていうところがあの必ず出てくると思いますので、ぜひあの繰り返しやっていくというところと、まあ、成功体験積み重ねて、持続していけるように頑張っていただければと思いますし、まあ、そのサポートというのも我々もできたらいいなと思いますので、ぜひご検討いただければと思います。ありがとうございます、はい、こんな感じでいいのかな。いいですね、たけるさんのこの実直な感じが出てくる、いや怖いな素敵なメッセージだったんじゃないでしょうか、はい、ありがとうございます、はい、あの武雄さんですね、あの実際にこう普段もあの VBA の領域だったり Excel の領域の質問に回答をいただいているようなこともね、あのお仕事として依頼させていただいてますので、安心のサポートございますので、ぜひ皆さんこの機会に VBA を一緒にね、基礎を固めにいきましょう。はい、というわけで武雄先輩、本日はご出演のほどありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました。また遊びに来てください。あ、はい、ぜひぜひよろしくお願いしますはい、じゃあすみません、今日は最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。